本当に大丈夫？骨とか折れてない？びっくりしたよ、吹っ飛んで。でも、本当にすりむいているだけなのかな。それでも痛そうかな。うわぁ、骨が見えてる。でも、それだけで済んだんなら、本当に良かったよ。程度でもなかったけど。とにかく手当てしないと。お医者さん行こう。大げさじゃないよ。行ってくるから、みんなは裏山で待っていてください。うん。あ、保険証は？お兄ちゃんが見てもらっている間に、家に取りに戻ります。ほら、お兄ちゃん。一体どうしたの？何を？あのね、キョウスケ、地面が割れるはずないよ。見て、ほら、いつもの通りでしょ。この場合、京介の目の錯覚だと思うよ。
くお医者さん行こうよ。痛そうだね。痛そうだよ。舐めれば治るかな。大げさなんかじゃないよ。入れないんじゃないかな。とにかくもうあんな怖い思いするの嫌だからね。遅かったね。総合病院だからね、仕方ないよ。商売繁盛ってやつ？千尋ちゃん、それ不謹慎。本当に大丈夫だって？よかった、心配しちゃったよ。お姉ちゃんに持って行ってあげようと思って。私も。お姉ちゃん植物が好きなんだよね。気にしたことなんかなかったんでしょ。
こういう当たり前の花ばっかりじゃなくて、なんか珍しいのが取れたらいいんだけど。そんなこと気にする必要ないんじゃないかな。そうかな。そうだよ。気持ちの問題だからね、こういうのって。でも、うちにはその気持ちを邪魔っぽく感じる奴がいるけどね。え？誰？兄貴。虫が湧くとか言って階段から突き落としてやろうかと思ったよ、本当。それは危ないよ、首の骨折れちゃうかも。いいよ、あんなやつ。私はアリの巣穴を埋めてた。二人ともしょうがないな。おはよう。またマージを飲んだのね。確かなかった気がするけど、見かけたことがあっただけじゃないかな。どうして？今でも嫌っているみたいだけどね。というか全然話題にもしないから。頻繁に口にするのは双葉のこと、それとたまに両親。けれど兄について何か言ったりするところ見たことないから。一体和葉の家で何があったのか、それはわからないけど。
昨日あんなことがあったばかりだし。寝坊じゃないかな。おはようございます。ちょっとやっぱりちょっとでも早くしようとするときついもんだね。それはそうだけど、ところで今朝は千尋ちゃんは？そうだね、早く元気になってくれればいいけど、どっちも。でしょうね。警察も本腰を入れるとは思えないし。弾が残ってないし、サンデーを証拠として差し出すわけにはいかないし。貫通したんだったら丹念に探せば見つかるんじゃないかな。それじゃあお母さんに言ってみるね。ちかこちゃんに詳しいこと教えてもらって。けどね、お母さんが言っていたけど、動物虐待って結構深刻らしいよ。じゃないの？深刻って？その対象が最後には人間になっちゃうことが多いからって。単なる窃盗とはまた違うんでしょうね。